こんにちは、青ライトです。消滅都市実況続きやっていきたいと思います。前回は第2章の第9話までクリアしました。あ、そしてあれですね、その次にナルトコラボのね実況しましたね。はい、ということで今回はストーリーを進めていきたいと思います。第10話いきたいと思います。未来ですね、未来。さあどんなストーリーになるのかちょっと楽しみです。わがまま言ってもいい？スタート。はい、ということでパーティーを選びました。超越系の魂 2.5 倍の彼女をリーダーにして、量産型ハズキを加えまして、このメンバーでいきたいと思います。スタート。はい、タクヤのこと黙ってサポートし続けるつもりだったけど、一つあるわ。どうして二人のことを止めなかったの？幼い女の子に弟を倒させるなんて。それしか方法はなかった。お、博士の声初めて聞いたよ。おかしいわ。どういうことだったんだろう。世界を救いたいっていうなら、あなたが勝手にやればいいじゃない。もうやめさせて。あなたたちの事情、タクヤに背負わせないでよ。なんでタクヤを巻き込むのよ。はい、ということで久しぶりなのでストーリーがちょっとすっぽけてますが、あれですね、弟を倒して後悔してるのかな。してない。だってこうするしかなかった。そうでしょう。はい、ということでやっていきたいと思います。訪れが発生してますが、すいません、そのまま行きたいと思います。どうすれば訪れは治るんですか、教えてください。やばい。今回のパーティーは超越系で固めてますが、誰だっけ、水の彼女が一回進化しました。ちょうど素材クエストが溜まっていい感じにしたので、彼女をねえだわけわかんない。じゃあうじうじ考えるのはやめよう。俺たちは確実にロストに近づいている。そこにはユキの弟がいるかもしれない。弟じゃねえや、お父さんだ。世界の消滅を防ぐ方法がつかめるかもしれない。大丈夫さ、みんなを張って進んでいこう。ってことで今回のキャラもきっとサクサクでいけると思います。ねえ、ほらこんな感じで、多分育てすぎなんだと思う自分の。ねえタクヤ、ちょっとだけわがまま言ってもいい？次の敵を倒したら一度止まってくれる？どうした？ちょっとだけでいいの、泣いてもいいかな。やっぱりユキはあれですね、弟のことやっぱ思って悲しいみたいです。また柔道家か。よし、こいつを倒したら一休みしよう。気持ちの整理をつけるくらいの時間はある。はい、ということでボスバトルもサクサクいきたいと思います。このボスは全然あれですね、苦戦する必要もない感じで、そんな感じで倒しました。ちなみにじゃあ今度選ぶパーティー、面白いパーティーでいきたいと思います。適当ではないですけど。はい、ということでクリアしました。なんだ、お久しぶりに来たよこの人。リサーチャーと同じように私たちを止めに来たのか。いいや、出たよビジネス、ビジネスマン。こいつに何回ガチャ引かされたんだか。ビジネスさね、ビジネスさ、この人ビジネス大好き。要件を聞こう。金目になりそうな情報を手に入れたんでね。真意を確かめに来た。何のことだ。君、いや、もしかすると君たちはタクヤに一つ
大事な隠し事をしてるんじゃないか。なんだ大事な隠し事、初めて出たぞ。はい、ということで未来本当になったらいいね、行きたいと思います。さっきの大事な隠し事ってなんだ、気になる、すごい。はい、ということでパーティーを選びました。ダダダッタダン、ね、ナルトコラボ3回引きました。で、シカマルが、あ、違う、4回だ。シカマルが出ました。サクラが出ました。その次にカカシ先生が出たんです。で、この流れだとあのナルトの第7班が揃う、よし絶対出るだろうと思って引いたのに出てきたのはネジでした。はい、けどみんなあのこれですね、リーダースキルのところ、あの属性に応じてカカシ先生とかあのシカマルだと水の攻撃 1.2、 あ、2倍の HP1.2 とかっていうスキルを持ってます。で、今回はこのナルトパーティーでいきたいと思います。さあ勝てるのかな、スタート。いと、い、そうですね、弟、あの妹にやられて、妹じゃない、お姉ちゃんにやられてすごい精神的なダメージを負ってます。そう、痛いの、ほら、ほらほら、いい子だから我慢しましょうね。いだ、い、こら、わがまま言わないの、今はあなたしか魂を呼べないんだから、まだまだ頑張ってもらわなくっちゃ。頑張ったらお姉さんが優しくしてあげるわよ。いと、い、はい、ということで、あのなんかいつとかも言ったけど、弟は精神的ダメージ食らっての今ああいう状況です。ロストにたどり着いて、もし全部うまくいったら、その後ユキはどうするつもりなんだ。その後考えたこともなかった。はい、ということで行くよ、ナルトパーティー、カカシ先生倒しますよ。違う、カカシ先生じゃない、そう、そのはこの剣道家です。さあ勝てるのか。はい、軽くフィーバー行きました。いやー、最近あれですね、初め少しまたやりすぎてパーティー編成がね難しい感じで、しかも結構強いぞ、全然倒せちゃうギリギリのプレイを楽しみたいのに全然楽しめない。考えてたんだが、全部が、あ、全てが終わった、え、全部だ、全部が終わったらユキの住む部屋を探しに行こう。新しい街で新しい生活を始めるといい。さあ果たしてロストに向かうことができるんですかね、二人は。いやー、どうなることやら。楽勝だな。ちょっと一から見直そうかな、また学校に通って同年代の友達を作ったり。ユキはさ、そういう生活をした方がいい、普通の生活で。それぐらいの権利は誰にだってあるだろう。そうだね、そんな生活が本当になった、いいね。びっくりした、いきなり声がね、たまに声が出ます、この消滅都市。はい、ということでいきたいと思います。どうなる、ピアニスト綾子、硬い、硬いけど勝てます、絶対勝てる。このパーティーは何ですか、カカシ先生とかシカマルとかは水パーティーのリーダーにすると意外と、意外とっていうか、まあ攻撃力2倍の HP1.5 なので HP の底上げにもつながるし、結構使えると思います。今回のあれですね、ナルトコラボのキャラはみんなそういうスキル持ってる人が多いので、あのナルトのスキルが 1. じゃない、なんだっけ、攻撃力2倍の HP1.5 で進化すると確か上がった、だからでやっぱあのリーダースキルとして結構優秀なので、ナルトパーティーは使えると思います。はい、ということでなんやかんや簡単にクリアしました。
大丈夫さ、ユキ。ロストにたどり着けば、なんとかなる。そうすりゃ、ユキも。私が、どうしたの？いや、なんでもない。敵も強くなってきている。先を急ごう。何を口ごもったんだ、一体、拓也。知りたくないわけ。いきたいと思います。スタート。はい。ということで、パーティーを選びました。あれだね。進化したカカシ先生がいます。ここに。で、おう。スキルの名前はライキリですね。レベル99まで上がる星5です。さあ、今回このパーティー、多分勝てると思いますが、いきたいと思います。あ、懐かしの。パブだ。忙しいところ呼び出して悪かった。一つ情報がある。情報？ああ、タクヤの命に関わる重大な情報だ。さすがだビジネスマン。なんだ重大な情報って気になるんだけど。タクヤは知ってるの？いいよ。じゃあなんで私に？その方が金になるからさ。すがビジネスマン、何でも金にするところがせこい。こいつ、こいつほんとせこい。やだ、嫌い、できない。もう全部金とかやめてくれ。タクヤの命に関わる情報なら、あんたは金を惜しまないだろう。知りたいか？ええ。知りたくないわけないでしょ。ほんと人の弱みに突っ込むビジネスマン、やだ、大嫌い。さあ、ということで行きたいと思います。おかしいな、おかしいな。何がだろう。ユキの弟を倒したはずなの。これまでより敵が強くなってないか。はい、すいません。なんか電話がかかってきて中途途中になっちゃいました。じゃ再開します。はい、ということで、なんだっけ話が。全然覚えてない。まさかの電話だとは思わなかった。本当にひどい。実況中の電話って結構あれですよ。びっくりしますよね。自分も何回かあります。あのメール来たりとか電話来たりとか、親フラだったりとか、あのまあたまにしか言えないけど親は。でも本当にびっくりした。さっき電話かかってきたから。はい、ということで行きましょう。この敵はそんなに強くない。楽勝だな。第2章とかはやっぱりスパーティーだと全然強くないですね。確かにおかしいわね。敵の攻撃力もどんどん強くなってる。ああ、 HP を気にしていないと負けてしまうわ。敵の行動前に HP を回復しきるか。気を抜けないな。はい、ということで、そんな HP を気にするほどのね、敵の強さでもないので勝てるとは思います。いや楽。なんかストーリーをがっつり進めれるね。これだと強力な攻撃から身を守るのに有効なスキルがあるといいんだけど。確かにな。どうだ、スキルはいつでも使えるわけじゃない。少なくとも敵の攻撃力より多くの HP が必要だ。事前の準備も重要だな。はい、ということでいきたいと思います。そうですね。うわ、早っ。解説ができない。ほんとね、そこがつらい。さあ、どんな敵が来るのか。 HP に気を配っておきましょう。特に敵が力を貯め始めたら注意が必要よ。ああ、はい、ということでボスバトル行きたいと思います。あ、出た、モデルユキエ。彼女欲しいんです、あのスキル上げのために。え、ちょっと待って、さっきの磁石、さっきの磁石、あれあれば楽なのに。ここの磁石全部集まるのに悲しい。はい、ということで倒しました。楽勝だな。さあ、じゃあなんか最近あれなので繊維を多く稼ぐことを目標に頑張りたいと思います。はい、ということでクリアしました。ねえ、そろそろリーダースキルについて
考え直した方がいいんじゃないかしら。そうだな。強い魂のリーダースキルが必ずしも使えるとは限らない。ええ。例えば暴走族の魂、 HP が多めな上に敵の攻撃に耐える有効なリーダースキルを持っているわ。編成の時リーダースキルに気をつけておきましょう。はい、ということで未来第 4? 本当にするのさ、いきたいと思います。はい、はい、ということでパーティーを選びました。彼、ご機嫌なマイケル、田中、初めて見た進化後彼はリーダースキル必ず30ダメージを与えるということで、あるクエストでね結構重宝されるんですけど、あれだね、リーダースキルも結構いいね。味方の非属性魂の HP を2倍にするっていうのは結構使えるんじゃないですかね。はい、じゃあ今回はこのパーティーでいきたいと思います。さあどういうこと。ああ、重要な情報何だったんだろう。結局言った通りだ。このままだと拓也の命は危ない。あの研究者自身の口から確認した情報だ。それじゃあ研究者とユキは拓也に嘘をついてるってこと。どうだろう。嘘をついてるわけじゃない、ただ重要な事実を伝えていないだけかもしれない。同じことじゃない。どういうこと。何、結局どういうこと。タクヤに隠してる重要な情報ってなんだ。で、ユキも言えてないってどういうことですか。もし全てが終わって普通の生活に戻ることができたら、私同年代の友達作れるかな。そんなのはユキの努力次第だ。まあ寂しけりゃ時々会いに行っても行ってやってもいい。はい、ということで行きたいと思います。タクヤ優しいですね、相変わらず。あの最初から見てくれてる方は分かると思いますが、タクヤとユキは結構犬猿の仲でした。多分ですけど、その中でもね、やっぱ日が経っていくごとにどんどんね仲良くなっていくっていうのはすごいいいなって思います。ちなみにこれってなんやめ。タクヤとミキは結構バイクで走り回ってますけど、あの始めてから何日経ってるんだ。ちょっとそこ気になったという。ちなみに高音ファルセットの女の子は攻撃力2倍にします。まあ運び屋の仕事はどこでもできるからな。同じ町に住むのもありかもしれない。そうすりゃ世間知らずのあんたを助けてやれるしな。何よ、私そんなに世間知らずに見える。ユキはね、あの箱入り娘的な感じでね、すごいあれだったな。確かに世間知らずかもしれない。とはいえ俺も仕事が忙しい、いつも構ってやれるわけじゃない。バカにしようぜ。この二人のやり取り、はい、ということでいきたいと思います。簡単だったね。早かった。そして磁石だから何も取る必要がない。ちなみにティーバータイム入っての、あの次の敵出てくるまでの間は無敵です。何にせよだ、全部をきれいに終わらせよう。絶対に生き残って普通の生活を送ろう。そんなことが本当になったら、いや本当にするのさ。いいですね、この二人会話聞いてるだけでなもん。ああ、そして進化してる、柔道家が進化してる。いつまでも強くありたい、その夢を魂として叶えたの。俺たちも夢を叶えよう、魂としてじゃなく人としてな。はい、ということであれなんですよね、魂の人たちは思いによって進化をするので、思いが強ければ強くなるほど
彼らもね、彼女らも強くなっていくので、せっかくの戦意が、どうなることやら、どうなることやら、何回言ってんだ俺。今日でも無理だよ、できないよ、生きて帰れるかなんてそんな保証。それがどうした？え、俺はここまで必ず契約を達成してきた。そのために何よりも重要なことがある。成功を信じて疑わないことだ。だからたとえこの先どんな困難が待っていようとも、今は信じよう。クライアントが信じるなら俺も信じるさ。たとえ嘘でもな。どういうことでしょうか、タクヤ。けどタクヤいいこと言いますね、やっぱ。はい、ということで次行きたいと思います。朝は白米がいいものね。朝はね、ご飯いいですよね。はい、ということでパーティーを選びました。今回は闇パーティーで行きたいと思います。白米がいいもの、美味しいよねご飯ね。行きたいと思います。まあどうしたのよ。もうちょっと頑張りなさいよ。ああもうダメかもね、この子。このまま成長すればいい男になりそうだったのに、ちょっと残念だわ。果たしてユキの弟は大丈夫なのだろうか。たとえ嘘でもか。ああ、バカみたいに聞こえるかもしれないけどな、信じるのは自由だし、未来について想像するのも自由だろう。はい、ということでいきたいと思います。ちなみに、いや、てか光エンゼル出てる、ラッキー。ちなみに訪れしてます、すいません。さっきですね、一瞬でなんか最近エアサーバー訪れがひどい。これなんでしょうかね、やっぱパソコンの影響なのかな、これは。ちなみにエンゼル硬いよ。なんで？エンゼル強い。ちなみにエンゼルはあれです、強化合成用で使います、このエンゼルたち。で、大体の攻撃力防御高いので貫通できないんですけど、必ず生きて帰って普通の生活を送りましょう。時々遊びに行って朝ごはんでも作ってあげる。まともな飯が出てくるとは思えないな。何よ、無理しないでいいさ。入れたてのコーヒーがそれで十分。あれ飛んじゃった、すいません。朝は白米がいいもの。はい、ってことでやっぱご飯は美味しいよ。お願い、おいよ、びっくりした。難勝だな。さっきのダメージのデカさはびっくりです。なんか白米かの問題に決着をつけるためにも、こんなところで負けるわけにはいかないな。そうね、でも敵は強力よ。おいおい、今に始まったことじゃないだろう。ちなみに皆さんはパンかご飯かどっち派ですか？自分はご飯です。ちなみに目玉焼きは醤油です。ここで最後に待ち構えてる魂、かなり強力だと思うわ。ああ、注意が必要そうだな。今のうちにスキルを蓄積しておこう。はい、ということでいきたいと思います。よし、出した。ちなみにやっぱこのパーティー強いな。強いのかな。ああ、強力な敵だ。はい、ということでボスバトル行きたいと思います。お、ピアニスト、ここまで進化するの。慎重に行こう。ここを越えればまた一歩ロストに近づく。え、
こんなこまで進化するの。なんか自分持ってるピアニスト彩子っているんですけど、ここまで進化するのか、すげえかっこいいな。早く進化させよう。はい、ということでクリアしました。サーチャーからの電話だね。久しぶりに電話画面見た。一つ伝えたいことがあるの。ロストがどんな場所かあなたは知ってる？どうした？急に。ヘッドハンターから情報をもらったのよ。あなたの命に関わる重大な情報をね。ロストに近づくと何が起きるのか。あなたはちゃんと聞かされていないでしょ。何のことだ？やっぱり。ねえ、タクヤ、もう一度お願い。この仕事、降りてほしいの。あなたに。死んでほしくないのよ。リサーチャーは相変わらず一途ですね。タクヤに思いを馳せてます。はい。ということで今回はびっくりした、自分もびっくりした、もう終わりかはい、ということで今回は第10話をクリアしていきました。ちなみにね、リサーチャーはどんな情報を聞いたのかがわからないですけど、一体どんな情報なのかはきっと11話で明かされると思います。犠牲だってどんなストーリーなんだろうか。そして12話がまだ行かないね、いけないですけど、それをクリアするととうとう第3話に行ける感じですね。もう少しで第3話だ。全部でこれ、あ、いけねえや、こっちじゃないや。第4いけんのかな。まず第3話が空いてないからわかんないや。第3章まであります。でこの後に第4章があります。その第4章まで無事クリアできるのか。ということで今回はここまで、アオライトでした。またねー、バイバイ。